ピルイコール生でセックスできる、ピル飲んでるやつはビッチ。19歳の時から飲んでます。彼との大事なイベントの日、生理が来ないようにコントロールできる。生理の日に試合とか。一流選手やで。そう、もう一流選手が。そっか、知らないの。こんにちは、夏山です。滝本です。今回は福利厚生として処方を補助してくれる会社も出てきている低用量ピルについて動画を撮っていきます。男性は服用することがないから知らなくて当然なんだけど、ピルイコール生でセックスできるとか、ピル飲んでるやつはビッチって思ってる人は時代遅れです。生理痛なので毎月辛い思いをしている彼女さんとか、奥さんや娘さん、あと職場の同僚とか仲間とかでも、そういうふうに悩んでる方が周りにいる男性にぜひ聞いてほしい内容です。低用量ピルなんだけど、滝本個人的には19歳の時から飲んでます。19歳、なんで飲み始めたの？ね、当時付き合ってる彼氏がいたんだけど、コンドームだけの日に不安があったんだよね。ちゃんとつけたかなとか、破れてないかなとか、なんかこう信用しきれなくて、自分で低用量ピル飲んでたらちゃんと避妊できてるっていうのが分かるから、それでね飲み始めたの。まあ安心だよね。安心、うん、で利点が生理痛と、あとやっぱ月経血量が少なくなったんだよね。でそれはすごい楽で、もともとそんなに重い方ではなかったんだけど、やっぱり時々ものすごい痛い生理痛とかがあって、それを経験しているから生理痛がそこからは明らかに減ってて、それはねすごい楽。男性には分かんないもんねそれ。そう、あとはねずっと飲み続けてるっていうのの、まあ、一番の利点は生理日がいつ来るかっていうのがちゃんと把握できることがすごくよくって、であと自分の思い通りというか都合通りに生理日の移動もできるの。だから友達と温泉旅行に行くとか、あと彼との大事なイベントの日に生理が来ないようにコントロールできるから、それは本当にねいいと思う。いいよね。やっぱ楽しんでいこうとしてるのに、うん、お腹痛かったりとか血がいっぱい出ちゃったりとかしたらね、うん、楽しめるものも楽しめなくなったりしそうだもんね。重い生理痛なんて来ちゃったら全然旅行なんてできない人いっぱいいるから、うんうん、だから学生さんとかだったら大事な試験の日とか、うん、あと部活とかやってる人だったら試合とかを避けられるんだよねっていうピルを見ると、うん、でサッカーの澤選手っているでしょ、うん、で澤選手が海外に移籍した時に、海外の選手たちが低用量ピルで月経をコントロールしているのを取り入れてたんだって。それを知って澤選手も飲み始めて、ちゃんとコントロールしてたらしい。てかそれまでしてなかったの？澤選手。してなかった。だから日本の選手なんてしてない人まだまだいっぱいいると思う。そうなんや。だから本当に生理の日に試合とか、そういうの全然ある。コントロールしないとそうなっちゃうから、うん、一流選手やで。そう、もう一流選手が知らないの。そう、大事な試合の日に生理で辛いとかっていうのがありえるのよ、ピル飲んでないと。あ、そうなんや、うん、ちょっと普及してなさすぎじゃない？普及してないよね。そう、で国連が発表した2019年のデータで日本のピルの服用率っていうのが 2.9% だったのね。あんまパッと来ないけど、まあ、少ないでしょう。少ない。100人いて3人ぐらいってことだよね。そうで、フランスとかカナダは一番高い国で服用率 30% ぐらいあるの。あとはねベトナムとかカンボジアってどういうイメージ？ちょっと日本よりかは普及してないイメージよね。普及してないイメージのベトナムやカンボジアですら 10% ある。負けてるやん。そう、だから全然日本普及してないのよ。あ、そうなんや、うん、なんでそんなに普及していないのかっていう、 こう理由の一つがメリットが十分に認知されていないことっていうのが大きいの。で、低用量ピルのメリットである効能を一覧を書き出してみました。この漢字の多い字面にボカーンってしてる人たくさんいるでしょ。うん、特に男性はね、わからない。うん、そうで、このメリットがなぜ認知されないのかって言ったら、
このそれぞれの効能自体の性知識も分かってない人が多いっていうのがあるんだよね、うん、で、まあ、一個一個細かいのはちょっと難しいかもしれないからまた追って動画で撮っていきたいというふうに思ってるんだけど、簡単に説明すると、まあ、まず避妊は分かるでしょ、うん、ね、で生理痛の軽減っていうのは、まあ、毎月生理になるとお腹が痛くなったりするんだけどそれが軽くなる。で生理痛っていうのが男性に例えると腰に20キロの重りをつけて睾丸をギューッと握りつぶされるような痛みっていう風に男性の産婦人科医の先生が言ってて、それ本当なの？いやそれちょっと盛りすぎやろって思うやけど男性的にはね、うん、いや痛いね、睾丸こうギューッとされるんでしょ、うん、そう、 そう、その痛みはね逆に私は分からないけど、うん、でもそういう感じっていう風に例えてみて、うん、へー、うん、で重り20キロつけてでしょ、うん、でギューッてされるんでしょ、そう、ちなみに腹痛と比べた時ってどっちが痛いの、うん、腹痛と生理痛ちょっとね痛みの種類が違うから何とも言えないけど、腹痛は結構抑えてたら治ったりするけど、うん、生理痛はもう寝ても起きても痛いみたいなのが続いちゃうから、うん、腹痛より生理痛になってる時の方が痛いなって思う。あ、そうなんや、うん、でも腹痛より睾丸を握りつぶされる痛みの方が近いみたいよ。やばい、考えたくない、うん、そう、それが毎月起こるからね女性は。でそれを軽減してくれる、うん、であとは下血量は、まあ、毎月大量の血が出るか血が少ないかって考えたら少ない方が明らかに楽そうでしょ、うん、であとは、まあ、生理日が、まあ、毎月決まってこない人だったらちゃんと毎月決まった日に来るっていう改善ができる。あとは、まあ、内膜症だったりとか卵巣がん、子宮体がんっていうのは女性特有の病気、これらを予防してくれる。あとはね、ニキビとか改善したり、 PMS っていうのは生理前に辛い気持ちになっちゃったり不調が起こるんだけどそれを軽減してくれる。で一番大きいのがさっき話した生理日の移動ができる、これがかなり大きい。低用量ピルが普及された理由って、うん、まあ、もちろんこういったメリットが十分理解されてないってことが一つ挙げられると思うけど、なんか俺それよりもあのデメリットの方、うん、副作用、低用量ピルを飲むことで副作用ってなんかあると思うんやけど、うん、それを間違って理解している方が多くて普及されてへんのかなって思うんやけど、ある、すごくあって、副作用を昔の中用量ピルとかとごっちゃになってる人とかが結構いて、で低用量ピルって飲んじゃいけない人もいるんだよね。例えば閉経されてる方とか年齢が高い方、あと太ってる方とかタバコを吸ってる方っていうのは低用量ピル飲むことができないんだけど、それ以外の方っていうのは副作用はあまりないってされてるので、あまりって微妙な感じするかもしれないけど、うん、例えば一番大きく言われてるので血栓症っていうのがあるんだけど、でもね血栓症もさほどリスクが上がるわけではないんだよね、うん、そう、だから確実に言えるのは副作用が出ることが不安で調べることもしないでピルのことをで飲まないっていう選択肢を選んじゃうにはもったいないぐらいの効能がある薬だっていうのを知っといてほしいよね、うん、いや、いいことしかないでしょこれ。そう、そうなの、うんうん、でここまで説明したので分かってくれるとは思うんだけど、もし勘違いしている男性がいたら知っておいてほしいのは、低用量ピルは決して男性に生でさせるためのツールではない。で女性が自分で妊娠と月経をコントロールできる方法で、自分でコントロールできるっていうのは一番安心だし楽で、不安と不調がなくなるっていうのは本当にいいことだから、古い誤解とかに惑わされて不安を抱えるより、新しい知識にアップデートして快適に過ごす方法を選択していくっていうのがいいと思います。はい、娘さんがいる方とか、もし自分に娘ができた時とか、ピル飲んでるとは何事だっていうふうに言い出すのはもはや老害です。といった面では、自分では飲まないけれども関わりがある薬として低用量ピルのことを知っておいてください。はい、ということで、はい、低用量ピルについては以上となります。この動画が良かったと思った方は
高評価やコメントなどしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。